硬い絆に思いを寄せて語り尽くせぬ青春の日々時には傷つき時には喜び肩を叩き合ったあの日あれからどれくらい経ったのだろう沈む夕日をいくつ数えたろうふるさとの君は今でも君の心の中にいますかパイパン今君は人生の大きな大きな舞台に立ちパイパン今君は人生の迫り始めた君に幸せそれいや、あれです。あれですよ。Release all that stress. We now have a variety program. いや、すいません。ちょっと いや、急遽、はい、あ、いや、そうだと思って、はい、落合、今日落合なんですけど、はい、落合ココアちゃん来てるんですけど、落合ココアちゃん結婚したんだよね。あ、そうなんですよ。席入れたんだよな。席入れさせていただきました。だからちょっともう、8時、もう7時59分に、やばい、なんかやっぱお祝いにしなきゃと思って。あ、そうなんですね。ちょっと歌詞もなかったから、ちょっとすいません。はい、あ、じゃあ結構間違ってましたね。結構、いやでも、よ、無礼な方だと思いますけど。すいません、すいません。はい。ちょっとパイパンって言ってましたけど、乾杯のところを。あと、それが、歌詞用意してなかったんですよ。あ、そうなんですか。先週みたいにちょっと安田さんね、はい、辞めるからつって、山口百恵さんのちょっと歌詞用意してたりとか練習してきたんだけど、ね、はい、今日急遽だったから、はい、ちょっとすいません、すいません。急遽にしたらめちゃめちゃ歌えてましたけど。あ、そう、はい、大体は入ってたんだな、じゃあな。いや、乾杯、パイパンって言って、それはまずいんじゃないですかね。最後それその辺がちょっとうろ覚えだったけど、いやでも本当にはい、ね、なんかお祝いでお金渡したりとか、はい、なんかね、はい、ご夫婦にお茶碗送ったりとか、はい、そういうのをするんでしょうけど、はい、すいません、僕はさっきの歌で、歌ですか、あれで一応すいませんお祝いですか。いや本当に、あ、いや、まあまあありがたいですけど、10万円分ぐらいだと、そうっすね、思ってください。いや、気持ちですからね、ありがとうございます。あ、ということで、落合なんですよ、はい、お茶、ね、サンデーナイトドリーマー3月、はい、アシスタントはまあしますか、一応、はい、落合ココアです、よろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、ココアちゃん今も本当にもう世界中で話題になっている、はい、いわゆるね、ちょっと待ってください、いわゆる、はいはい、こ、いや違います、工作員なんですよ。いやちょっと待ってください、いわゆる、いや違いますよ、いわゆる今ちょっとだから、いやいや非常に難しいところなんですよね、だから今ね、立場も、いや立場とかないです。安心してください、何にもないです。安心してください、いや工作員じゃないです。私すいません、やってないです僕。今日もだからあれですよね、上層部から配られた MA1 を着て、いや違います、あれ自前の MA1 です。 MA1 を首までビチッと締めるルールがあるんですよね。いや、ないです、工作員の方々ないです、危ね。いやだから本当にちょっと、だって先週まで行ってらっしゃいましたもんね、はい、あっちマレーシアの方ね、行ってないですよ僕、クアラルンプール行ってないです。あれ、クアラルンプールなんてスラッと出て、いやいや、ちょっと来るとこないです。いや違う違う、本当に違います、やってないですか、うん、僕暗殺は。いやなんか、はい、ああいう VX ガスみたいなの使うとなんか、はい、鼻の頭が痒くなるっていうらしいよ。ああ、まあ鼻は痒いですけど、あら、おかしいな、花粉症だと思うんですよね多分。いや、おかしいだろ。いや、ちょっと待ってください、去年までそんなこと、いや、やってないです、だってマジでやってないです、ね、暗殺でね、はい、そんな、いいんですよ、工作員の話は。ちょっともう今ちょっともううやむやになってるし、それは、はい、ね、そうね、マレーシア警察が一生懸命調べてくれてますから、はい、よかった、それは僕のやる仕事じゃないですから。いや、まあまあ、それでもう一人、はい、
当然2人体制でやっていくんですけども、ね、ちょっとねお仕事のためにねちょっと遅れてるんですよ。あ、もう1人の方、これがまあもうなんとなくうっすら気づいてるかもしれないんですけど、はい、はい、もう今一番人気話題のスーパースター菊田健太さんですね、はい、菊田健太さんと落合ココアちゃんで、はい、この4月あ3月は送っていくんです、ね、ちょっとね、はい、菊田さんがねマジでねちょっとそのラップ関係のお仕事で、いやそうらしいっすね、今ちょっといらっしゃるんですよね、ちょっと他の現場に、はい、でちょっと遅れるらしいんですよ、はい、そのいわゆるラップ界の、グラミー賞的 な集まりに今行ってらっしゃるんですよ。だからさすがにこのラジオに来いよとは言えないから、まあ、じゃあそのお仕事終わってからでいいですよ菊田さんという話だったんで、ちょっと菊田さん遅れてくるんでちょっとこの2人でやっていかなきゃいけないんですけど、はい、そうですね、ちょっと不安なんでね、ちょっといろいろと菊田健太さんほどじゃないけどなんかねなんか電話とかでもつなげたらいい、菊田健太さんも電話つなげたらいいなと思ってますし、助っ人というか、はい、色々とちょっと力借り入れたらいいなというふうに思っております、はい、有吉弘行サンデーナイトドリーマー、今夜は最後までお付き合いください。さあ東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りをしております、有吉弘行サンデーナイトドリーマー、今夜のアシスタントは落合ココアです。茨城県で、はい、中古車販売業を営む、はい、暗殺一家ですよね、暗殺家の家系、ね、いや全く違う、世を忍ぶ仮の姿は中古車販売業、いやずっとその実もう代々続く暗殺のプロ集団の打ち合い系でございます。いや違います、やめてください。さあ生放送メール募集いたします。行くな、すぐ。今日3月5日ケチツ3月5日はケチツ、はい、言い方ちょっともうちょっとあります、はい、ケチツ、いやいや、たけしさん、たけしさんですね急に。これはまあ、はい、痙攣した痙攣を起こしたそこじゃないんですよね。いや知ってます、痙攣を起こすそこの部分を略してケチツじゃないんですよね。いやそうですよね、はい、知ってます。そんなこと言わないと思います。虫が冬眠から目覚める時ね、あ、まあ、春ですよっていうお知らせでございますね。が啓蟄、はい、発音いいですね。下ネタじゃないんですよ、だから。いや知ってますよ、痙攣したそういう部分のことじゃないです。いはい、誰も言ってないですか。膣の話だと思ってないです。膣って言わないです、はい、すいません、すいません。いやいや啓蟄です、啓蟄、啓蟄ですか。はい、知ってます。膣だけ言わないでください。あ、そうですね、啓蟄、はい、痙攣したあそこの部分じゃないですね。知ってますか皆さん、誰も意識してないです。虫の目覚めですね、うん、はい、で虫が冬眠から目覚める日でございますので、はいはい、テーマは虫の話。いい声ですね。好きな虫の話、はい、あなたが知っている珍しい生態、虫のトリビア、虫で起こった騒動などなど、虫にまつわることでございます、はい、よろしく。虫ですよ。いや、はい、ね、急にあちらのもののねお話しされてもちょっと、そりゃそうですよ、虫のこと以外ないですから。結構昔から、はい、それって怖いっていう話あってね、はい、本当にその何ていうんですか、痙攣じゃないけど何ていうんでしたっけ、あれはグッと硬くなることがあるんですよね、はい、女性が、はい、それで副上司みたいな、おちんちんが抜けなくなっちゃうっていう、でもう病院に運ばれないといけないっていうような、あるんですよ、はい、そういう本当にショッキングな、はい、対処法もよくわかんないね、はいはい、だからあれはすごく恐ろしい事態ですから、はい、虫ですよね、今日は虫、今日は虫ですよね、はい、はい、虫、どうですか皆さんって、落合君は好きな虫、はい、まあ、でもベタにやっぱカブトムシですかね。カブトムシダサいですね、一番クワガタです、ね、一番ダサい、もうカブトムシとかクワガタって言ってる人はダサい、はい、あらやば、すいません、うん、いやすみません、じゃあ世界三大奇虫って知ってます？あー、なんかサソリモドキみたいなやつですか。今日はもうクイズデーです。クイズデー、うわやばい、勉強してきてない。チャーラン、うわ来た。世界三大奇虫をお答えください。ティッティティー。ドッキリなんですか。違う、それはあれだから。考えてる途中の。BGM。サソリ、いやちょっと気になるな。ティッティー。いやちょっと待ってください、考えられないですね。ちょっとサソリモドキ、サソリモドキ。いやちょっとティッティレが気になります。ありがとうございます。ありがとうございます。ティッティレが気になって。ティッティ。ドッキリ感がすごい。ありがとうございます。はい、お答えください。はい、答えます。サソリモドキ。ベベー。あ、違います。ブー長いっすね。ブーの部分が。またクイズいつ出るか分かりますね。あ、わかりました。ちょっと備えておきますよね。はい。さあ、ということ
ちょっと何わかんない何わかんない、いやちょっとすみません、メール送ってください、はい、宛先お願いいたします、はい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。ネットで有吉ラジオと検索すれば出てきます。和田ラジオというふうに調べたら漫画家さんが出てきますので、で有吉ラジオでお願いします、はい、和田ラジオで調べないようにお願いいたします。パンをね、パンあげますって言ったらこれになります、はい、そしたら番組のステッカーを、皆さんに差し上げておりますので、どしどしメールを送ってください、はい、そしてエンジェルパン、この音が鳴りますと、これあのすごいすごい面白かったな、私がすごい面白いなと思ったやつです。エンジェルです、ね、ここみんなはシーンとしてても俺だけ面白いなと思ったらエンジェルが発動いたします。そしてそのエンジェルを5枚貯めますと私が一筆したためた色紙プレゼントしておりますので、エンジェルめがけて頑張ってください、はい、ぜひ頑張ってください。そして毎週毎週最も印象的だったメールの方には私のプライベートスポンサーですね、プライベートの、若月千夏社長が、送ってくださっておりますクマタングッズ差し上げておりますので、はい、そちらもお楽しみにしてください、はい、ということでございます、はい、WBC とクマタのコラボアイテムのグッズもあるんです。あ、そうでしたね。今もう WBC 始まりますから、はい、ちょうどいいかなというふうに思っておりますので、ぜひぜひお願いいたします。ください。さあ結婚しました。はい、しました、ね、ありがとうございます。どんな方なんですか、例えば、はい、誰にですか、タンポポの白鳥であるとか、はい、そうすニッチェの近藤であるとか、うん、あ、そうですね、にはちょっと分かんないですけど似てないんですけど。なんでよ、誰に似てるんですか。ちょっと男っぽい顔してるんですよ。男っぽい、あ、じゃあ、はい、あんな感じ。峯岸徹さんとか。峯岸徹さんではない。舘ひろしさん、男っぽい顔。あ、あの松田、松田、まあ松田、あ、あれの、ふんみたいな、あれの松田、あの松田くんね、松田、はい、はじめつひろちゃんの、はじめつひろちゃんの相方の松田くんね、違います、俺にちょっと似てるっていうわ、首にふさふさ巻いてる人じゃない、じゃなくて、松田、はい、翔太さん、松田翔太くん、はい、へえ、ちょっと似てると言われてる、松田翔太くん似てるの、はい、すごい、じゃああれだね、もう子供生まれてくる子供は松田優作みたいになってね、あ、いいね、そうですね、まあその遺伝子があれば、まあまあ、いやすごいだね、はい、松田翔太ちょっとイケメンっていう顔してるの、なんか髪型はどんな感じ、髪型は長い、長いの、長いというかまあミドルというか、金髪ぐらい、金髪さんほどストレートじゃないです、ちょっと男ではないんで、まあもちろんスタイルは、スタイルは、身長は、身長164センチぐらい、164、うちの母ちゃんと一緒だね、そう、あ、そうなんですか、でうちの母ちゃんの感じだな、はいはいはい、はい、うん、ほんで、で細い、細身です結構で、うちの母ちゃんも細身だね、ああ、そうですね、でまあまあ松田翔太さんみたいな顔をして、うん、スリーサイズ、スリーサイズ、大体大体大体どんな感じですか、8D、でカップで言うんですね、 ED、 まあ D ですかね、 D、 はい、 D カップ、まあまあお尻がちょっと大きいかもしれない、大きい、はい、あ、ちょっとじゃあ松田翔太くんっぽいけどちょっと外国人っぽい、外国人体型ですけど、 D のケツ、はい、ちょっと大きめ、はい、あんまちょっとリアリティがちょっと晴れなんで、ウエストは、ウエストはまあまあ細いですけど、ちょっと、はい、ちょっと具現化しすぎません、大丈夫ですか、結構じゃあスタイルはいいんですね、はい、結構もういわゆるじゃあ芸能人でいうところはどんな、どれぐらいの感じ、いやこれを言うと D のウエスト、首エツでケツでかい、キャシー、キャシー中島さんキャシー中島さんじゃないです、いい悪かあれは、いや そういう問題じゃなくて、ちょっとグラビアの方とかだとありがたいですけど、いやそんなではないです、すいません、むずいな、うん、はい、じゃあいいね、なかなか、まあそうですね、まあ、そんな極端に細くはないですけど、 DQD、 DQD ぐらい、 DQD ぐらい、 DQD ぐらいですかね、はい、いい感じの、これは、はい、落合君はほら、はい、ね、あの前回来て、はい、1年前来てくれた時、ね、お母さんの下に、ね、持ってきてくれて、あの、ね、着用してくださいましたけど、そうですね、ということはもちろん、いやダメですよいいわけないじゃないですか、なんでどうして、お母さんよりは楽でしょ、盗み、いや盗むのに楽でしょ、だって一緒住んでるんだから、いや正式に借ります、そしたら盗んでわざわざっていうのは、いやてか、いやだからちょっとだからそう約束違うから、はい、そのだってお母さんの時の下着だってさ、はい、お母さんが今一番気に入ってる下着持ってこいって言ったんだよ、っていうことは少しやっぱり何回かその着た感じがあるものを用意しろって言ったのに、そうそう、完全に新品のやつで、そうすいません、だったから急だったので、お母さんの持ってる新品のブラジャーとパンティー持ってこいなと俺一言も言ってないよ、お母さんが今一番気に入ってるやつ履いてこいって言ったの、え、使用感あった方がいいんですか、当たり前だろバカ、いや分かんない、新品の方が良くないですか、だっていやそんなもんお前買うか、お前じゃあブルセルショップ行って、いや、はい、新これこの人の新品のパンティーですっていうやつ買う、はい、買わないだろ、買わないですね、めちゃめちゃ履いてるやつ買いたいだろ、
まあ、どうせ買うなら。どうせ買うそういうことで、俺だってお前の母ちゃんの下着なんて見たかねえ。だけど、どうせ見るなっていうこと。いや、いいんですよ、別にどうせ見なくて。なら、はい、大丈夫だな。いや、使用感のある、妻の下着を僕持ってくる。妻の。いや、そうだよ。いや、別に強要してないけど。ああ。どう、いや、どういうもんかなと。見たいだけってことですね、別に。見たいだけってことですか。いや、お前、はい、まあ、侮辱するな。なんで俺がお前の お嫁のパンティー持って帰って持ち帰るとかじゃない。いやいや、持ち帰るとかではないですか。そんなもんな、この生放送のラジオで問い詰めるの、はい、俺に。すいません、いやいや、持ち帰る気あるじゃないですか。ちょっとあるじゃないですか、持ち帰る気。ダメですよ。そうですか、はい。まあだから、それは結婚はされたという。そうですね、まあだからちょっとそれは、はい、ワンチャンスありますね。だからね、まあちょっと話し合いが、交渉が成立すればね。まあまあそうですね、もうちょい具体的に。あとはだから菊田健太さん。そうです、ね、まあまたお母さんもちょっと、わかん、そうですね、いないですかね、彼女も。じゃあまああれですけど、ちょっと菊田健太さん、はい、ちょっとまだお越しになられてね、まあ、いや相当なんかね、はい、大きなあのイベントみたいなんですよ。結構なんかラップ、本当にラップのイベントだそうです。それすごいな、行くとこまで行きましたね。いや結構もう本当になんかカリスマ的な存在。はい、はい、あ、なんかこれ、あ、ね、これどこでやってるのか、下北沢ですかね。下北沢でね、菊田健太、ね、誰かすごい方がね、はい、最強フリースタイルラッパーへの道、はい、フリースタイルラップの教科書というね、本の刊行記念のイベントに参加してるんですって。新ペータさんですよね。新ペータさんと酒井健太さん。すげえなー。いや、もう完全にもうそういう人になっちゃいましたね。だからすごい、あんたが戦国に出たじゃないですか、菊田さん。ああ、僕行こうと思ったんですよ。はいはい、したらやっぱチケットも完売で入れないっていう。そりゃそうでしょ、もう本当に今すごいからね。一番すごいんじゃない。本当っすか。うん、めちゃめちゃ下手だった。だお笑い分かんないですけど、すいません。いや、お笑いの人が歌歌ってるっていうのさ、あ、まあ、ピコ太郎さんとかもそうだよね。そうですね、まあ、そういうのもあるけど、今一番ブレイクしてるの菊田さんじゃない。え、そうっすか。テレビで見たことないですけど。テレビで見ない。それはそうでしょ、アンダーグラウンドだから。アンダーグラウンドのカリスマだ、帝王ね。アンダーグラウンドのカリスマなんですね。プロレスでいうところはニック・ボックインクルみたいなね。地下プロレスの帝王みたいなところ。あ、そうなんですか。はい、2回戦で負けてます、ね。ちょっとだから俺今緊張してるんだよね。マジ、本当に久々にお会いするし。聞くとはそうですか。ちょっとや、まあ、いや、微力ながらやっぱせっかくならやっぱね、ラップのコーナーもなくなっちゃったんだけど。なくなりましたね。やっぱちょっとやらせてもらおうかなっていう。うわ、まあそういう意味ではさっき、あの乾杯歌って、はい、ちょっと喉は開いてるんで、あ、バトルみたいな、いけるかな。うわ、いや、ちょっとやっぱ練習しておきたいなって。ああ、はい、ラップの練習、うん、お、あれ結局さ、はい、あれインフムって何なの。あ、あれ、ね、難しいところだな。あれあれダジャレじゃないですか。でも結局ダジャレだろ。じゃあ、うんこ、まずうんこ、うんこっつったら次はチンコってこと。それよりさ、あれなんとかって言わない。母音だ、子音だとか。あ、母音だと思います多分。たーまーきーんだったら、あー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 いーんだでしょ。あーいーんだったらいいわけ。そうです、それもたでいけます。たーまーたーたーあーまーあーきーん、はっきりあんま言わないです、たまきん。だからたまきんの、だからしーんでしょ、しーんが一緒だっていいんでしょ。たまきんだったら、はい、すみません。うん、いやだから、無理しないでください。いや、たまきじゃなくていいですよ。高西。いや、違う違う。いいじゃん。Stay Night Dreamer Live on air。Stay Night Dreamer。信用せるっていうことは玉金だったら、はい、あれでいいんだろう、あの玉金まあまあ、あ、サカ金、まああるなら、言葉がサカ金という言葉があるなら、20年黒い羊、はい、FM 群馬有吉さん、開幕から歌われたパイパン感動しました。僕も今から剃ってきます。幸せになります。いやいや、なれないですよ別に。幸せになれよ。いやいや、ちょっと、いい夢見ろよ。いや、感動のなんですか。やばよ、やばよじゃなくて、ダメですよ。パイパンで感動した皆さん。ラジオネーム AS、はい、FMC が落合さんに、はい、奥さんのパンツを履かせるなんて恥ずかしいことさせられませんよ。お、代わりに俺が履きます。落合さん、このメールに俺の住所書いてあるんで、し
球送ってください。いや送んない。白多めでお願いします。嫌ですよ。何枚か送らせよう。白多め。一枚で我慢してください。せめて。一枚いける。すみません違います。一枚もあげれません。すみません。いやー今日はねテーマが虫の話です、はい。虫の話。ちょっとラップの特にちょっと時間なくてすいません。いやいや全然全然。すいません。いや大丈夫です。ラップ調ですかそれ分かんないですけど、ラッパーのイメージですかすいません。違う？いや分かんないです。俺もやっぱちょっとあの頃ちょっとはい、フリースタイルダンジョンだっけ、はい、とかちょっと覗いてみたけどやっぱり理屈がよく分かんなくてできなくてさ。ああ。まあでも信用合わせればっていうことなんで多分。サムタイ。なんすか？サムタイム。小林克也です。いや分かんねえなー。ラジオネームサインゼ。今日は虫の話。虫の話です。ラジオネームサインゼット。はい。岐阜 FM。僕の祖母はいつも温和で優しいのですが、ムカデを見ると目の色が変わります。シャベルで頭を引きちぎり、熱湯をぶっかけ、うわ速攻に捨てます。すげえな、残酷ですね。残酷じゃない、はい、ムカデの恐ろしさ知らないからね。お前みたいにあの山に住んでないから。俺山の中住んでたから、はい、ムカデ靴の中入れて刺されたらマジ足倍になられるから。うわそんなっすか。マジよ。俺多分あの雪山とかでビッグフット伝説みたいなのあるけど、あれムカデに刺されてババアのことだと思うぐらい本当そうだね。そんななる。ムカデに刺されてパンパンに腫れた足を さ、はい、あの冷まそう冷やそうとして外出て歩いてたんじゃねえかなと思うよ、はい、それぐらい。これそいつすげえ当たってない。いや当たってないと思います。ババアじゃないと思います。さすがにジジか。いや肌、いやそういうことじゃなくてババアジジイ。ああじゃないです。全然踏めてないです。いいババアジジイダメなのか。イとアなんで。そんな厳密なの？厳密にやってんの？あいつら。やってるんですから、すみません、わかんない。まあでも本当にプロの人はやってんだろうけどさ、はい、ラジオのギンギンしてんじゃねえよ、はい、虫の話。僕はタンザニア、オオヤスデというアフリカ産の30センチもある巨大ヤスデを飼っています。日本のヤスデの10倍ぐらいの大きさなので、かなり強烈。動きがゆっくりで、足の動きもすごく可愛いです。このことはバレるとドン引きされそうなので、誰にも言えてません。まあ、ヤスデって言っちゃうとなんか珍しい感じするけどね。気持ち悪い感じないけど、俺全然平気だけどね。あ、ほんとっすか。俺ガだけダメなのよ。へぇ、俺マジでガ、実家夏とかになると山の中、それこそほんと山の中だからさ、玄関についてる電球にさ、でっけえガが止まってんのよ。確かに気持ち悪い。バッと、ほんとでっけえやつ。もうフクロウの目みたいなガ。うわぁ、あぁそんなですか。ガですよ。あぁでは一曲聞きましょう。死者もで、明日も。さあこの時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは。有吉弘行サンデーナイトドリーマー、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りしております。はい、今月のアシスタントは落合ココアです。さあちょっと待ってください、はい、ここでね、さあ先ほどのクイズの答えの発表でございます。これが一つ目のキーワードとなりますので、皆さんよくお待ちくださいね。先ほどのクイズは、世界三大奇虫はということでございました。はい、答えは、ヒヨケムシ。はい、ヒヨケムシ。ウデムシ。ウデムシ。ミネガロ。ミネガロ。いわゆる、サソリモドキ。おぉ。と言われるものですね。ほう。おちゃく一つだけ。ああ、一つだけ当たってたんだ。ウデムシ、ヒヨケムシ、サソリモドキが答えでございました。はい、さあ、この、ヒヨケムシ、キーワード一つ目は、ひよけむしでございます。はい。なんかもらえるんですよ、これ。さあ、そんなんありましたっけ？ラジオネーム黒羊 FM 群馬。有吉さん、玉金と母音が同じ単語ですが、アサシン、ダーリン、バファリン、バージン、ザワチン、ガチャピン。そんなんか、タマキン、アサシン、ダーリン、バファリン、バージン、タワチン、ガチャピン、タマキン、ザワチン、ザワチンのタマキン。いや、ないですよ。ザワチンは多分タマキン。ザワチンのタマキン。いや、ないです、多分。タマキンやろう、ザワチン。ないです。ザワチン、タマキンないですから。ザワチンのタマキン。ガチャマテタマキン。野球の応援だったんですか。ザワチンが打席立った時の応援か、これ。ないですか、玉金。っていうことでした。はい。ニュース。はい。続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。ではニュースに行きましょう。まずはこのニュースから。日本アカデミー賞、シン・ゴジラ最多7冠。
日本アカデミー賞の授賞式が行われ、映画シンゴジラが最優秀作詞作品賞と最優秀監督賞を含む最多7冠に輝きました。ありがとうございます。ありがとうございます。アニメ君の名はは最優秀脚本賞と最優秀音楽賞、湯を沸かすほどの熱い愛は最優秀主演女優賞で宮沢りえさん、最優秀助演女優賞で杉咲花さんが受賞しました。チンジャオロースいっぱい食べます。はい、ということでございます。チンジャオロースいっぱい食べます。杉咲花さんというチンジャオロースいっぱい食べますね。はい、あ、そうですね、山口さん代表作はチンジャオロースいっぱい食べます。あれそうなんですか。チンジャオロースを沸かすほどの熱い愛でも湯です。湯、君の名はって結局どうだったんですか、はい、名前は。君の名は、あ、結局名前はちょっと僕も見てないんですよね。ちょっとクイズです。はい。さあクイズタイム参りました。うわ来たよ。アニメ、はい、君の名は、はい、アニメ君の名は、はい、最終的に名前を教えてください。てってれー。これがすごいんだよな。これがすごくて考えられる。ちょっと明かりですかね。明かり、明かり、明かりかな。ひろしと明かり、はい、明かり、ひろし。なるほど。はい。さあ、これはまた後ほど。どうだったんだろう。効果音が気になるな。最優秀作品賞、シン・ゴジラ。はい。最優秀アニメーション作品、この世界の片隅に。うん。結構、そんなんば、シン・ゴジラばっかだね、だからね。すごかった、ね。最優秀外国作品賞、ハドソンガーの奇跡だって。見てないな。へぇだからもう、シン・ゴジラ見たんですよ、俺は。あ、はい。だから、セーフですね、これはだから。あ、一応一番とされてるやつを見たってことですね。うん。はい。なるほど。でも寝ちゃったんじゃなかったでしょ。寝てねえよ、いい加減しろ、お前。隣のイタリア人っぽい、イタリア人男性が寝てたっていう話。俺は寝ないから。そうなんですね。絶対寝ない。いや、すいません。寝たら死ぬみたいなことじゃないんですけど。寝ません。あ、寝ないですね。はい、すいません。もう24時間戦えますからですよ。あ、リゲイン。リゲインじゃないですか、それ。さあということで、酒井さん、あ、菊田健太さん、はい、いいですよ。菊田健太さんまだちょっと到着が遅れてるようなんですよ ね、はい、まだ来てないです。ちょっと心配ですけど、まあでもそのうちね、あのきっと起こし、でもまあラップの人だからね、ちょっとその気分ではちょっと、いやそれイベントの収容打ち上げやりたいよっていう感じになるかもしれませんからね、はい、まあラップの人だったらそうかもしれないですけど、まあ、酒井芸人ですからね。バファリン、バファリンバージン。ラップいいです。ラップ無理やりなくて。練習これ頭に入れときゃだいぶ戦いんじゃない。ああ、まあまあ、玉金で行くなら。落合アサシン。いや、俺関係ないです。母音違います。落合アサシン、ザーチン、バージン。いや、玉金で行ったらの場合です、これ。ん？いや、玉金で行ったら、落合だとまた母音変わっちゃうんで。うん、玉金で攻める場合は、アサシンとか。じゃあ、玉金で攻めよう。だから、基本的には。だから、お前もなんとなく、はい、じゃあ、あのテーマは、玉金にしますか。お前、いい振りしてこい。じゃあすぐ即興で俺がやった玉金も練習していくから、はい、なるほど、わかりました。それでいけるってことですね。倒せる。スネイナイツドリーマーライブオンエア。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.com/dreamer. Stay Night Dreamer.ちょっと、もうニュース今日はね飛ばして、ちょっといっぱいメールがちょっと多いし、はい、ラップの練習もしなきゃいけないんでね、はい、ちょっと忙しいんですけど、はい、さっきのクイズの答え来てますね、はい、君の名は結局はあんたの名前何ですか、はい、ということなんですけど、我が名は下か FM 徳島、はい、クイズ君の名は、はい、答えはひばりと和也ですか。和也ちゃん、美空ひばりさんと加藤和也さんではないです。ノーマネーでフィニッシュです。ラジオのコアドラ、答えはエリカですね。ブブーですね、エリコ、はい、ここで2つ目のキーワード、あ、でも君の名は最終的に名前なんですか、はい、落ちみたいな。答えは、はい、橘滝、橘滝、宮水三葉、宮水三葉、はい、上優文弘、はい、これは違います。これは違いますね。これは一人違いましたね。一人だいぶ違う人が。君の名はですよね。立花、はい、滝、はい、ね、宮水三葉、三葉ですよね。以上。上優、ちょっと待ってください。これは違いました。はい、これはあの職務質問された時のあれでしたね。上優さんでしたね。これは違いますだからね。はい、はい、でございました。二つ目のキーワードでございます。二つ目のキーワードは、はい、橘滝、はい、橘滝、橘滝、はい、滝、はい、橘滝さん、わかりました。熊谷建設。いや、ちょっと、あのドラフトじゃないですよね、これ。熊谷組、熊谷組、はい、ラジオにドスクイパンダよ、フェアシーが、はい、有吉さん、
玉金で韻を踏むなら、はい、ザワチン玉金プリンプリンですよ。いや、ちょっと、玉金ないから、そもそも。本当なの？あ、ブリンブリンか、ごめんなさい。ザワチン玉金ブリンブリンだ。合ってないです、別に。玉金女ザワチン玉金女ザワチン玉金ないっす。俺何回言うっす、これ玉金って。ザワチンないっすから、あれは。あれないっす、ザワチンさ。わかんないっす、見たことないんで。いや、イン踏んでるだけだから。あ、そうか。玉金なんだよな、でもすげえ。すげえ気になるんですよ。ザワチンの玉金ブリンブリン。ザワチンの玉金ブリンブリン。言い方はラッパっぽい。いついつって言ってるから、バファリンやったんだぜ。玉金女ザワチン。勝てそうですね。いや、マスクしないでください。マスクしないでください。ちょっと待ってください。ザワチンですか、今。今、ザワチンやってんすか。マスクしたザワチン。喋ってますよ、もうちょいちゃんと。ラジオネーム走り雲福島 FM。アリオス。福島 FM では今週も玉金ことザワチンの特番をやっています。すげえな、またやってんのか。永遠少女すみれ福島 FM、はい、今回も福島 FM はザワチン特番です。ゲストはバイブスタレント今井花。すげえ二人。マジかよ、すげえ二人っすね。いやいや、いいんです、素敵ですけど。マジ。いや、まあまあまあ、いいんじゃない、あるんじゃないですか。いや、それはだってね、知名度で言ったら完全にこっち負けてるわ。俺と落ち合いだもん。いやいや、まあまあ、そうか。すいません。いや、だけどお前マスクしてねえしな。はい、そうですよ。ちゃんとはっきり物言ってるしな。はい。そのチンさんよりは。今井花より面白いだろ、落ち合いの方が。ありがとうございます。すいません。おぉ、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。知名度がないばっかり。すいません。おい。今井花と落ち合い、どっちが面白いか決めようじゃないか。はい、いちょっと待ってください。はい。おい、リスナー。はい。今井花と、落合ここはどっちが面白いか決めようじゃないか。落合。はい。言ってやれ、面白いやつ。面白いやつですか。ああ。わかりました、わかりました。最近の面白いやつ。ああ、いけ！はい。ですね、この間結婚をしましたんですが、結婚をしたらですね、相方と同日に結婚をしてしまいました。よし。ドロー。負けてないのか、これでも。甘く見てくれてるな。どうしたのお前。そんなもんノリだから。向こうだってバイブスのノリで来てんだよ。そんな、ね、そんなお前なんかお話いらないんだよ。すいません。面白い雰囲気だけでいいんだから。なるほど。ちょっとじゃあ俺が、あれ、じゃあ俺がザーチンやってやるから。はい。お前、ザーチンの番組来たと思って最初の挨拶。あ、わかりました。どうも。はい。はい。はい、落合、ここはです。よろしくお願いします。森永ダメだ。ちょっとまあ、これはリスナーにちょっと通しかない。優しくして。すいません。すまん。いやいや、別に。俺の力嘘で。いや、有吉さんは何にも悪くない。すいません。有吉さんは本当に。いや、俺のせいだ。今の完全俺のせいだ。ダメだったんですね。ダメだったのが分かりました。有吉さんのせいだね。すいません。いや、俺が、はい。ちょっと、過大評価してた。芸人のこと。すいません。それは今、最近、ちょっとここ最近よく、はい、テレビとか見てりゃそうだわ。はい。やっぱり芸人は10年とか20年とかやってる芸歴のやつがさ、はい、苦労しましたっていう顔でさ、お茶の間に出てくるけどさ、やっぱりリューチェルとか藤田ニコルとかさ、はい、1、2年でテレビ出てきてガンガン活躍してるのが、間違えた。そうなんですよね。お笑い芸人の方が面白いなんて、大きな勘違いだった。いやー、そうですね。リスナーの皆さんどうもすいませんでした。俺のせいで。ザーチンさんどうもすいませんでした。俺のせいですいません、芸人さん。我々芸人の方が面白くないんです。いや、俺一人のせいで面白い人います、もっと。すいません。我々は。本当に間抜けでした。すいません。いや、申し訳ない。有吉さんに謝らせて。さすがです。ザーチンさん。はい、町の賢者。はい。コーナー行きます。あなたが町の賢者となって世直し、いろんな人にアドバイスを送ってもらいます。ラジオネーム三平。脳みそをボンバヘボアジョこと、茂木健一郎氏。ツイッターで日本のお笑い界、痛烈批判。日本のお笑い芸人たちは上下関係や空気を読んで笑いに終始し、権力者に批評の目を向けた笑いは皆無。地上波テレビはオワコン。日本の芸人は国際水準のコメディアンとはかけ離れているし、本当に終わっている。だよな。頭からケツ毛生やしてクソみたいなツイートしてるお前が一番面白いもんな。干からびたカバの金玉みたいな面した脳みそオタクが人の畑に土足で踏み込んで誰も聞いてねえお笑い論ぶちかますなんてダンボーラーの鏡じゃねえか。ご褒美としてな、豚のションベンでシャンプーしてやっからこっち来い。それが嫌なら研究室でミスタービンの DVD 見ながらエアコンに練習してろ、天才野郎。そうですか。めちゃくちゃ言うな。
ちゃめちゃすごいね。はい。いろんなことよく言えるね、本当に。出てくるな、まあでもこれは言えてみようだね、はい、本当にだってさっきもそうだったけど、はい、今井花ちゃんと落合のお笑い戦争は完全敗北したわけだから、ね、こっちが茂木さんの言う通りの可能性がありますね。もうテレビも、はい、ラジオもオワコン、世界はオワコン。いやそんなことないです、まだまだ茂木も芸人も世界もオワコン。オワコンってオワコンって使ってもダサすぎる。確かにオワコンってオワコンってラジオネームセンターエビス。相乗りがインターネット動画配信のネットフリックスとフジテレビオンデマンドで復活決定。乗せろ、俺も乗せろ。相乗りってあるだろ、股の緩い女とチンポの臭い男がマジックミラー号に乗り込んで世界各地でゴザ敷いてセックスする番組だろ。乗せろ、ラブワゴン乗せろ。まあとりあえずこの場を借りて相乗り関係者に向けて自己紹介しておきます。俺のあだ名はフユキ、由来は元フユキと同い年だから。好きなタイプはやっちぐさかおるちゃんで、好きな助っ人外国人はジムライトル、好きな食べ物はバター、好きな飲み物は水道水、目標はタッチバックです。みんなでいい相乗り作っていきましょう、よろしくお願いします。相乗り復活するんですか。ああ、いいです、これ上げときエンジェル上げときますか。熱がありました。ラジオにすまたまたぞ。ハリソン・フォードが運転する小型飛行機が着陸しようとした際、旅客機との距離が30メートルというニアミスを起こしてたんだけど、前は墜落事故してんだよな、おいジジイ、映画と現実の境目もわからなくなったのか、もう冒険飽きたろ。それに飛行機飛行前の点検でな、脚立から降りるだけでフラフラしてたな、飛行機どころかお前脚立も乗れてねえじゃねえか、いい加減免許返せ。でな、俺と一緒にワンカップ片手にリアカー引っ張ろうぜ。いや飛行機こそやっぱり事故した時の被害がでかいから、免許とか返納してほしいよな、ちょっと、ね、ちゃんと毎年というか怖いね。ラジオネーム三平。ヘキサゴン生まれヘキサゴン育ち、バカそうなやつは大体ヘキサゴンでおなじみの上地雄介、ニューシングルのインタビューで熱弁。今の俺が明日より1ヶ月後より10年後より若いんだと思ったら、何かやりたくなってきたって思うだろうし、今日嫌なことがあったとしても明日はそれが経験になって笑い話になってるかなって考えれば、今日がワクワクしてくるし明日が楽しみになる。お、哲学か、いいぞいいぞ。安い哲学語ってる C 級アーティストのな、ドヤ顔見ながら飲む酒が一番上だからな。昨日より1ヶ月前より10年前より確実に老け込んで、もう37歳なのにまだこんな女子中学生みたいなこと言ってるのかこいつと思ったらな、全身の力抜けて眠くなってきたからもう寝るな、おやつ。あげとくよ、ね、いやすごい。ラジオネームサイン Z。 おい、アゴコッペパンで相性でおなじみザワチェン、お前ブログでテラスハウスのオーディション落とされたってわめき散らして最後にこんな風に締めてたら、まあでもキャラ派のザワチンって想像つかないよね、その頃ずっとマスクしてたし。うるせえブス。ブスがなオーディション受かってたまるかブス。めちゃめちゃストレート。なんだテラ派って略すな、読んだ時何のことか分かんなかっただろ、思わず辞書使っただろ。前のブログ読んでんだからちゃんと考えて書け。よく思うんだよね。すげえな。ラジオネーム、ラッキーデイビス。未だにバブル真っ盛り、武田久美子。お前、子供との入浴時期についてこんなこと言ってたらしいな。アメリカでは一切の子供だろうと独立した人間として早く自立させる傾向にあって、一緒の湯船に入るのも同じ部屋で寝るのも赤ちゃんの時まで、特に子供が異性の場合、中学生になっても一緒に入浴していたら通報されかねません。おいババア、お前のアフリカの、お前のな、アメリカの常識日本に持ち込む考え参考になったぞ。よし、アフリカ民族はラ族もいるし一夫多妻制が普通だから、俺も明日からフルチンで街で歩いて浮気フリにしまくるぞ。おい武田、そうやってな、またクソで浅はかな考えじゃんじゃん日本に持ち込んで、俺と一緒にフルチン文化広めていこうな。ストレートっすね。何でも持ち込んでくるやつ、アメリカとヨーロッパだからな、腹立つな、ね、本当にな。はい、メールに書いてあります、世界ではってやつ大体アメリカのこと言うな。確かに、まあ、ボケ。いやめっちゃ切れてる。ブレイク。Stay Night Dreamer Live on Air
さあ、ということで、もう1時間経過しようとしたんですが、菊田健太さん、ちょっと電話だけ繋がってるようなんですよね。はい、もしもし、菊田健太さんですよね。俺が菊田だ。今から行くから、ドキなセクシーなシー。菊田死んだ。菊田死んだ。俺生きてる。半蔵門の今、ホームにいるぜ。今、ラップしてるのみんなに見られてる。あーい。もうちょっと待ってる。おい。遅いんじゃないか、お前、菊田。今もう間に合うから待っててください。菊田死んだ。俺死んだ。死んでねえ。死んでる。つまり、ザオリ君、カオレ君、マリオレ行くて、お前な、怖くなかったら、このスタジオ早く来いよ、お前。首洗って待ってるからな、おい。俺ビビってるわけねえだ。ビクだって行くて、サンドリー。思い出しとけよ、あの時。おい、お前もうしょんべん漏らしてんじゃねえか。漏らしてねえよ、しょんべん。どうせ、そんな傷しかできねえなら、俺がかましに行くで待ってな、5分後。ザムチンタマキン。ザムチンタマキン。俺は別に覚悟あるで腹切る。タマキン書いてしこってる、おい。タマキン書いてしこってる。ここは別に公共の場だけど。そうですよ、これ。本気にはラップするわ。そうですよね、これ。おいおいおい、金玉、金玉。金玉さあ、まあ、すだいぶ出来合い、ちょっと盛り、そうですね、意見が押し出してるんですかね。はい、なんか、調子良さそうでしたね。向こうも調子良さそうでした。なかなか良さそうですね。戦いが、はい、ハードな戦いが期待できて、もう俺ちょっと残地に金玉使っちゃって。そうですよ、もう使っちゃいました、先に。玉切れだわ。もう。ちょっと、リスナーの皆さんもちょっと、手助けしてくれれば助かりますけど。でも、これ、今月ずっと2人だからさ、そうですこんなラジオ続けていくわけにいかない。そうですよ、ラップの。まあ今日はちょっと菊田健太さんですから。はい、一番の地域の方、この時間で別れ。また来週も。はい、お相手有吉と、落合ココアでした。この後も聞ける方、引き続き。2017年3月5日日曜日、啓蟄でございます、はい、時刻夜9時を回りまして、この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行でございます。はい、今夜のアシスタントは落合ココアです。東京半蔵門 JFA のスタジオから生放送、サンデーナイトドリーマーでございます。はい、ということで今月は落合ココアちゃんと、はい、酒井健太こと菊田健太さんでございますけども、はい、菊田健太さん、ラップ、はい、ラップアワーのイベントからです。そうですね、こちらに向かっておりますけど、まだちょっと到着しておりません。そうですね、はい、ちょっとね、そういう意味ではちょっとね、あのリスナーの方が手助けしてくれるんですけど、まあ、菊田さんにラップでちょっと挑戦するにはということで ね、ラジオネーム黒羊 FM 群馬、あるいは今回は健太、菊田健太の健太の母音集めましたよ。喧嘩、天下、電話、便座、戦車、電車、エンター、捻座、ジェンガ、レンガーめっちゃありますね。すごい、必要であれば他の単語も援護射撃しますので、欲しい単語言ってくださいすごい勝てそうですね。ありがたいね。さくらんぼ男 FM 栃木、菊田でインフムと、チブサ、キズナ、渋谷、静か、イルカ、ヒューカーこれを駆使して菊田を倒してくださって、これがだけいい、ね、もうこんなもん、もう虎の巻を手に入れたようなもんだよ。勝ったも同然ですね、これは。いや、ちょっとこれ後でちょっとやってやろう。でね、ラジオネームドスコイパンダ FM 滋賀、今井花とココアちゃんのツイッタープロフィール欄比較してみました。まずは落合、太田プロのお笑いコンビグリーンピース落合です、はい、ボケポケゴー208匹ココア、次に今井花、テレビや雑誌など出させていただいてます、バイブスで日々生きたりもしますやはり今井花の方がココアちゃんより面白いですお前これは本当にお笑い界代表して、はい、謝んなきゃいけないぞ、これもうこのまんまじゃ。俺代表するんすか、これ絶対ちょっと悪いけど、この敗北宣言は菊田さんに報告するよ。うわー、マジでやだな、お前の師匠のそう、ね、いや、それはそうだろ、お前今井花にお前敗れてんだから、芸人軍の先方が、これ勝ち抜き戦だから、次菊田が菊田にやっぱりやってもらわなきゃいけない。まあ、そうです、僕の尻拭い、すいません、いや本当申し訳ない、最終的には俺が出るしかないしな。いや、もうぜひお願いします、本当今井花をなんとか倒しましょう。
ザワチンのマスクビャーン伸ばしてね、そのマスクの裏にな、あれだよ、お給入れてやるよ、お給、火のついたお給、あぶね、気持ちいいけど、おいだマスクで燃えて燃えて燃えて終わりで、あんなの、俺いろいろと、今ゲームまたやってる、あーゲームもうちょっと目標を失ってたんだけど、ね、ちょっとプレイステーション、はい、プレイステーションのホームページをツイッターでフォローしたら結構ゲームが出てるんで、はい、今ね2つやってるの、何をレッドイットダイっていう100円でダウンロードできるやつと、はい、あともホライゾンゼロドーンっていう、はい、ちょっとあのまたちょっとオープンワールド系の狩りをしてるやつ、狩りしてんな、めちゃめちゃ俺狩りしてる、めちゃめちゃ狩りしてますね、ただちょっとマジでオープンワールドの自由に行き来できる世界のね、はい、やつをやりすぎてもうめちゃめちゃ作業っぽいけどね、自分の中でちょっと同じようなゲームばっかりやってたから、そうか、刺激がやってたけど、そういう意味で俺もゲームこんだけ好きだっていうのも、はい、ゲームの仕事全然来ないけど、もうアルコ&ピースゲームの仕事来たっていう、しかもお前テレ東かなんか、あれだもん、パソコン坊主がお前パソコン坊主も作家しやがって、パソコン坊主って誰ですか、なあ、えパソコン坊主すげえ、アルコ&ピースとかのゲームの番組なんか、あれですよ、勇者がとかいうやつ知らないけど、はい、なんか言ってたよ、いやそうだ、楽しそうです、すごい、ああ、はい、もう俺こんだけ言ってもやっぱゲームの仕事全然来ねえしよ、欲しい、自分で始めようから実況とかやめた方がいいんじゃないですか、なんでよ、いやまあでもいいか、実況させてくれよ、俺も実況したいっすか、ああそれかもう本当にもうそういうテレビのゲームも全部やめる、もうジェンガとかばっかりしてるなんでワニワニパニックとか一人で、ああで楽しくないっすよ、相手いないと、いやだってしょうがない、別にやってたってしょうがないんだもん、仕事欲しいですか、仕事欲しい仕事欲しいよって言わせるなよ、すいませんということなんですよ、ね、はい、だからまたちょっとゲーム三昧、うわいいな、ゲーム三昧、いや寿司三昧みたいに、寿司三昧みたいにゲーム三昧ですけどね、ヒー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 、どうした、座れ座れ、お疲れ様です、座って今から座るぜ、言われなくても座るお疲れ様です、俺くたばるわけにもいかねえで来たんだよ、おいなんだお前、何やるんだ、座れよおい、ラップバトル始まる、座れよおい強く言ったって座らねえ、シットダウン、おい座れおい俺は負けねえよ、ヒットカットのようには負けねえぜ、ヒーおい、あ来た、キクタ、あれですよ、いけおい、キクタ、お前、イルカみたいな顔してんな。イェイイェイイェイ。キクタ、なんだ静かだ。おい、静かなイルカだな、おい。イェイ。いやいや、それは何ですか、はいはい、それは何ですか、お猿さん。おい、なんだ、キクタ、おい。俺がキクタ。ずいぶん、なんでイルカでも、イルカでも言ってたの、ちょっと待って、あれどうしたんすか、いえ、あれさ、どうしたんすか、おい、イルカ野郎。あ、いや違う、イン、え、インです、イン踏んでください、イルカ、違う、イルカ、キクタから始まって、繋げないとダメです、ただイルカだと、別にイルカって言われて、おい、キクタ、何や、キクタ、よし、いけいえ、いや違う、イルカみたいな顔しやがって、いや、それだけじゃなくて、もっとあったじゃないですか、イルカ、キクタ、イルカ、静かだな、いえ、俺がイルカを、ザワチンタマキン、ザワチンタマキン、いや関係ない、今日は花金ではねえぜ、日曜日、サカイダサイ、いえいえいえ、またやつサカイダサイ、結局それスネイナイトドリーマーライブオンエア、Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer.さあ改めてだから今月は、落合ココアちゃんと、木札健太さん、はい、お願いします、が、アシスタントということでございます、はい、まあ、コーナーもですか、ああいけますけど、ちょっとメールも来てます、ラジオネーム走り熊福島 FM、 ヘイ健太、いいいいいい、今日の有吉さん一味違うぜ、いい、有吉さんの頭にはな、因果数兆個入ってるからな今日が健太、はい、ケンタ、お前は今日は初めて負けを知る日かも。おー。いい。ラジオの ASFMC が。やっぱ聞く系のラップマジ熱いわ。ゲスな、よく聞いとけよ。俺先週も言ったけど、聞く系のラップのな、真骨頂はイエイイエイイエイ俺連発し始めた時だからな。これが出たらもう本当にやばいぞ。
喫煙の冷や汗は止まらねえ、喫煙のイエイイエイイエイは誰にも止められねえからなっていうこと。マジでバイブス激アツっすか。マジイエイ、おバイブス、あやば、おい今井花君、うわやば、それやばいっすわ、知らねえのかバイブス、今井花はつまり怪物。ちょっと待って待って、これはな、ちょっといやもうちょうどいい機会だわ。お前の弟子のな、はい、落合がな、はい、今井花にな面白さで負けたんだよ。負けました。め何やってんだよ。すいません坂井さん、頼むよ。負けました。何やったんだ。俺の敵取ってください。今井花なんか余裕じゃないですかそんなもん。いきます。はい、面白いのどうぞ。いいいいいい、来いよ今井花、これがいい機会だな。いやー、はい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 、2連敗。やっぱりか。ダメだったか。やっぱりそうだ。お笑い界も、ラップ界も、今井花に敗北を喫しました。いや、今井花のラップ、一番もう、もうちょっと、なんか、無理が効かなくなってきて、ちょっと、太り気味になってきた今井花にさえ勝てないんだよ、お前らは。いや、我々芸人もラップも。ちょっと、ぐんぐん上昇より俺勝ってると思いますけど。完全負けました。じゃあ有吉さんお願いできますか。どんどんどん、すみません、ちょっと早いだろ。まだ早いですね。いや早い、まだちょっと早いだろ。いや行ってほしいですね、ここ。え、今井花行けます。今井花、今井花勝てるよそんな。え、もう2連覇、まだ早いんじゃないですか。え、わかんないわかんない、早いの知らない俺。早いの今の。いやさすがにまだ、まあ、ちょっと あと1もうすんの、はい、マジですか。今3連覇許されないからな、はい、そうっすよ、はい、大将出すわけがそんな簡単に、やっぱ2連敗してるんで、ね、いやすいません申し訳ないです。いやマジで本当にもうこれ全芸人怒ってるぜ。いやもう、はい、すいません。お前芸人代表してさっき今井花に喧嘩売ったんだよ。はい、それで負けて、ったんですけど、ラップだとお前ジブラさんに怒られるぞお前。え、負けてんだからラップで今井花に。はい、ちゃんと面と向かったら俺負けねえ自信あります。正直もう一回やらせてください。面と向かったら今井花の方が強いよ、もっと、はい、すいません、意外とでかいから。ちょっと確かに対峙したことないから、ちょっとでかいんですね。勘綺麗だし、え、もう全然髪つやないじゃん。いやその勝負完全にハゲる人の髪つやない。補正師めちゃめちゃ補正師も完全にハゲる人の髪つやない。大丈夫、今井花も絶対ハゲねえ髪つやない。何の勝負なんすかそれは。何の勝負なんだ今井花。人間力で、トータル髪質関係ないでしょ。それコーナー行くぞ、お願いします。コーナー、はい、お前もラップでも考えとけバカがよ。え、いや考えてます。マヌケ野郎、あやば、いえマヌケ野郎、いえ黙ったか、俺とラップやろ、ヒお短いもんすげえ。ラジオネーム、ね、にわかは語る。今日はね AKB48 のことについてにわかの皆さん語ってください。ラジオネーム、いつ、まず何から話せばいいかな。応援の仕方、うーん、まあ誰が一番可愛いか、うーん、まあそれはね、まあ家電量販店に行って一番いいテレビくださいって言ってるようなもんよ。自分がどう応援したいか、どんなタイプの女の子が好きか、自然とライブ劇場に通ってればその子に惹かれていくから、積み重ねが大事。あと大切なのは自分が通うグループ選びも大事ね。本拠地である AKB、 ダンス重視の SKE、 トーク重視の NMB、 組織力の HKT、 新進気鋭の NGT、 距離感のチーム8、まずはそういう方向性決めてから自分の推し決めた方がいいんじゃない。ああしっかり、まあライバルグループである乃木坂、欅、しっかり抑えてね。いろいろ手出すよりそのグループのトップのファン目指さないと。そういうもんなんだって。ああそうなんですね。なんか分かるの、よく分かんないからね。じゃあね、東北自動車の、最近の AKB はまああんまり応援しがいがないんだよな。なんもない。ゼロの状態から AKB48 というものを作り上げてきた初期のメンバーには、芸能界の荒波に揉まれながらもそれを耐え抜いて自分たちが大きな存在になってやるぞっていう熱い魂というか意気込みが感じられて、実際にその目標を達成したわけだけど、最近のメンバーにそれないね。入った当時から AKB は大きな存在、自分たちが頑張らなくても AKB はそれなりに大きな存在であり続けるわけで、今以上に AKB が人気で大きなグループになるよう頑張らなきゃいけないはずなのに、どうも今の現状に甘えてる気がしてならないね。今のメンバーには昔の先輩たちのように熱い心を持って活動してほしい。にわかだな、すげえにわかだな。よく言えるな、やっぱにわかがね、はい、めちゃめちゃにわかですよ。そう、はい、ラジオネーム千本ノック、AKB は今瀬戸際に立たされているから自覚しないといけない。乃木坂、欅が
頭角を現してきてる、うん、というよりももう追い越しにかかってきてる。なのにちょっと全体的にふわふわしてるな。もっと危機感持ってほしいよね。AKB が今頑張ってるのは初期の頃からいるベテランメンバーだけ。新星が出てきてない。新星が分かりやすく言うと野球で言う山田哲人。急激に伸びてくるメンバー足りてない。ベテランばっかり使っててもそれはそれでいい味出してるかもしんないけど長続きはしないよね。すごいのかな。スター出ないの次世代スターは。だから誰がいるんだろう。乃木坂欅坂みたいに言ってますね。今そう勢いめちゃくちゃありますからね。お前あれ来週あれできる。えお母さんのパンお母さんのパンティ取ってくれ。ああやります。いつも大丈夫です。落合ゃ嫁のパンツどうって聞いてるの、はい、なんかちょっとごねてんだよ。いやちょっと嫁のパンツぐらい簡単だろ。いや簡単かどうかじゃないですよ。ここに持ってくるのがちょっとあれだな。だから入ってくればいいんだから。そんな履かなくてもいいじゃないですか。せめて別に。すいませんちゃんと言っておきますね。やらせます、はい、ちゃんとしますやれ言われたことやれ。めちゃくちゃ怖えな。パンティーハラスメント。パンハラ。今これ世で一番問題になってる、はい、パンティーハラスメント。パンティー持ってこい。パンハラ厳しいな先輩。うちの先輩パンハラ厳しいから。すげえ。14ネーム走りグマ。2005年グループ誕生時 AKB が国民的アイドルグループになるって予測できたやついる？まあ俺はできてたね。なぜかってまあ直感かな。ちなみに地方に AKB グループができることも予測できた。証拠にほらこの掲示板にも俺が予測して書き込んだ発言残ってるから。なんていうかね秋元康と俺の考えって似てるんだよね。そんな俺が今のうちから言っとくけど次は AKB グループに男性ユニットできると思うよ。こんなこと素人には全く予測できないよね。わかるわかる。うんまあ今びっくりしといて。でも2年後俺の言う通りになってお前もっとびっくりすると思うよ。男性ユニットできるか。いやどうなんだろう。でもその時になったらしらーっとした顔しときんだもんな。そうですね。楽でいいわなお前ら。できなかったあれでもなんか聞いてたらあれだろ、はい、戦国でひどい負け方して、まあ、幼稚なことやってっからよ、うん、でなんか負け2回戦で負けて引退したんじゃなかったの。あそうですねラジオで言ってましたっけ。いやでもどうしようかなと思って今ちょっと一本菊田で仕事終わらせてきたんですけど、うん、みたいにさっき紹介したけど結構重要なんですよね。だからするしかねえかなって今思ってるんですよね。もう一回活動復帰で宮崎駿監督と同時期にじゃあ復活はあるってこと。復活ってことかな。あり全然あります。はいもう一回出るっていう可能性俺らはいいけどな別に、はい、好きにやってくれるよ別に。だから結果出せばいいだけなんで簡単っすわ。あそうだけはい余裕でやっちゃいますわ。全然なんか俺も俺本当にそれこそにわかだからよくわかんないんだけどさ、はい、いやマジで下手じゃん。いやわかんないですけどわかんないですこれでも一回勝ってんすよこれで。ですよね。もう止まらない FM 予定。あれさ菊田健太さんが戦国に出場した際1回戦で勝利した際のパンチラインなんですが年下の子に対してお前小さいな声量松井秀喜声量とかましたそうです。僕は松井秀喜さんの大ファンです。この前松井秀喜さんの画像を検索していたところ関連として菊田健太さんの画像が松井さんの画像に混ざって表示されていました。僕はとても悲しい気持ちになりました。ほらほらもうやめてくださいよ。 よくないぞお前。いやでもマジでこのパンチラインだったんですけど、うん、一番いいラインだったんですけど、うん、ウィアーってなりましたみんなヘッズたちが。お、はい、関係ないですけどねちっちゃい。いやでもインフムっていうことが大事なんでやっぱり、はい、ウィアーって会場が盛り上がるの。でも長谷博士の行くぞーでもうわーってなる、ね、会場盛り上げるんだよ。それぐらい簡単なことだよ。長谷博士だよ。長谷さん分かりますけど長谷博士ぐらいだよ。行くぞーってわーいやでもすごいめちゃめちゃ盛り上がった。はい、お前 声小さいの声量めちゃくちゃ声ちっちゃく18歳のやつだったんですけどボコってやりましょう。かわいそうだろ。いやで2回戦負けてんだろ。2回戦負けましたけどマイク持ったら関係ないんだ年とか。まあそりゃそうだな。本当そうです。確かにそりゃそうだ、うん。ラジオの長寿ギガジャクソン俺に AKB 語らせちゃう。ここのリスナーのレベルに合わせてやるけど今注目すべきなのは NMB の山本彩花だね。今さやれやとにかくストイックしかもあんなに可愛いのに胸でかい。最近はそうでもないらしいけどな。どっちだよ。でも小さくなったのは彼女が頑張りすぎて痩せたからで余計に彼女のストイックさを表してるよね。あと指原莉乃バラエティ能力に注目されがちだけどやっぱりステージ上一番映えるんだよね。やっぱりアイドルだよあいつ。大分の地味な子が努力であそこまで綺麗になって這い上がって天下取っちゃったんだもん。猫も2匹ぐらい飼ってキャバ嬢と同じ生活してんの。松井樹里奈もすごい。
AKB って前田敦子と大島優子の功績だと思われがちだけど、この3人忘れないでほしいね。語りすぎちゃってすまそう。シャーブできる。腹立つな。腹立つ。腹立ついだろうな、こいつ。すまそう。あ、まだいっぱいあったけどね。まあ残念ながら今回は終わり。はい。ということで、一旦ブレイク。Stay Night Dreamer Live on air。今日のテーマはね、虫の話。ラジオの黒執事 FM 群馬、去年の夏の話。夜お布団で寝ていると股間に激痛走り目が覚めました。急いでパンツを下ろすと、僕のゴールデンボールの付け根に小さなムカデがいました。ムカデが小さかったこと、刺された箇所がアナル寄りだったこともあり、大事には至りませんでした。皆さん、夏の股間は陰茎以外も注意ください。怖いぞ。ラジオネームブランカランカー、福島 FM。僕は甥っ子にもらったどんぐりからワイタムシを飼っています。プラスチックケースに入れて毎日観察してますが、一向に成長する気配ありません。これすぐ死ぬだろう。うん。すげえな。あとはね、ラジオネーム、メガネかけき FM 氏が、ヒーヒーヒーしか聞こえないんですけど、ラップって何ですか。ラジオネーム、そしてまた、福島 FM。おい、菊田、おい、なんでヒエーって言うとき普通の声より半音高いんだよ。なんだおい、しこってんのか。なんでしこると半音高くなるんだよ。そういう癖、そういう癖ですか。そんな癖ないよ。ラップっていいの、それしこりながらやっても。いや、そんなやついないっす。しこりながら、そんなやついないの。しこりながらやってるやついないっすね。やばいやついないの。しこりながらはいないっすね。しこりながら漫談する芸人いかれてみるよな。いる。俺らの方がやっぱりやばいな。いや、やばさないっす。いや、やばさない。全然やばくないんだな今。いやいや、やばいっすよ、ラップだって。しこりながらラップしないの。しこりながらちょっといないっす。やばさがちょっと違いますね。しこりながらいないっす。俺ら、はい、いつもしこってるぜラジオ中。いやいや、はい、もそうなんすか。しこらじ、しこらじ、有吉弘行のしこらじ。いや違います、はい、サンドリーです、サンドリー。しこらじ、しこらじじゃないです。ラジオネームギンギンしてんじゃねえよ、踏みながら。行くよ、遅いじゃねえか、菊田健太。大御所気取り志村健か、おい。いや、いえいえ言ってる黒ゴブリン。メンタルも器も超小ぶり。その程度のスキルで生きがんだ、まるでハゲの上のカツラ。お前は M1 アイドルと同じ、家に帰ってやってろ。オナニー、つまりお前クソだよ。さっさとキャラマザファッカー。うわ、あーやば。決まった。それラップっすわ。それすげえラップだ。どうだろう、おい。声量っすか。声量がすごい。威嚇しちゃった。声量っすよ、それが。すげえ、ションベンちびってんじゃねえのか。いえいえ、ちびってねえションベン。どうせそんなことしか言えねえだろう。いや、飲めよションベン。ハゲよクソ。飲まねえよションベン、ハゲバカ。いえ、おいおい、普通の悪口は食べなさいよ。そうだったから。いや、俺の方が次やねんか。今のパンチラインな、そうっすね、よかったっす。飲めよションベン、ハゲよクソ。だからインフンでねえんすよ、まず。インフン、インフンの一番簡単だから。インフンでくれればなんかいいけど。ずいぶん静かなイルカだな、渋谷。いえ、いえ、渋谷、ここはチームさん。チームさんのイルカはチームさん。決まった。俺に言う隙間与えてくれ。決まった、決まった。イルカ、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 飲んで飲んで飲んで、イルカで飲んでよ、イルカ、イルカ、渋谷、イルカ、イルカ、イルカ、渋谷、イエイ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 、渋谷がイルカの。八時代何やったんだこれ、おい。なんだこれ。どうだおい。いや、陰攻撃だよ。陰攻撃。陰攻撃。曲いきましょう。ドラゴンアッシュの新曲です。ミックスイットアップ。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.com/dreamer. Slay Night Dreamer.
さあ、というわけで東京ハンズも JFN スタジオから有吉弘行と、アルカンドピース坂井と、落合ここがお送りしております。続いてちょっと新コーナーポンポンポンとやって、様子皆さんにこんな感じですよっていうのをお伝えしたいです。でももう面白いですけどね、すごいね。はい。はい、いろいろやっていきます。まずは、ベスト3。いろんなランキング、ベスト3送っていただいております。うん、まあ、後々はベスト3じゃなくてもいいですよ、自由にね、どうぞというか。ラジオの三平。えなりかずきの金庫にしまってある宝物ベスト3。3位、お年玉を貯めて初めて買ったトランシーバー。2位、50年代に作られたラルフ・ローレンのヴィンテージポロシャツ。1位、スガコが食べ残した握り飯。好きなの。よっぽどなんだね。好きやね。好きじゃないとそれやってらんないよね。好きだから。好きじゃないとあんなに渡る世間出てらんねえよ。そうですけど。若い時から思春期も。ああ、そうか。思春期出たくねえだろ、いつもピンコと橋田スガコ。スガコが好きだから出てたわけじゃないと思うんですけど、普通、お前なんだよ、16で。うん、橋田須賀子と泉ピン子のドラマって言ったらちょっと反抗するだろ。きちいっすね。それはきちいっすわ。それずっと出てんのはやっぱこういうことだ。好きだから、好きだからだ。ジョニーム青コーナー赤松。勃起したチンコに引っ掛けたらおしゃれそうなものランキング。3位、阪神の金本監督とかが首に巻いてるあのアクアチタのネックレス。2位、首長族の首のやつ。さあ1位、ホテルの寝てますのやつ。バドブリ起きてんじゃん。なかなかいいです。いい、すげえ面白いな。ラジオの三平。喉がカラッカラに乾いてる時に絶対飲んではいけないドリンクベスト3。うん、3位、コーンポタージュ。うん、2位、豚汁。うん、1位、森久美子の尿。なんでなんでバカか。尿全般じゃん。尿全般ならわかるけど、なんで人限定して。なんで森久美さんなんですか。普通に、飲んでたもんね。頭皮が。ああ、そういうこと。多くなっちゃうから。喉乾くと、結果喉乾いちゃうから。それは嫌ですね。そう考えたら確かに。そこまで読むんだろう。どうコーンポタージュと森久美子さんの尿を、あおよ、じゃあ、ほい、どっちか飲めよって言われて、どっちか。いや、コーンポタージュでしょ、それは。マジ？いや、どっち選ぶんですか。意外な。森久美子さんと、コーンポタージュ。マジじゃないでしょ。ラジオネーム、シドジェット気流。こんなところに、おちんぽがあったら気づかず触っちゃうかもな。こっち、それ。3位、学校の花壇。2位、釣り具店のリール売り場。1、フライドチキンのファミリーパック。あー、さっちゃ触るのは触るんだろうけど食べられはしないだろう。食べてもらいたいんだろうね、もう結局は。そうですね。触っちゃう、触っちゃう。どう、どこ入れたい、どこ入れたい。チンチン。誰か女優さんの楽屋のこうテーブルのとこに化粧品とかのチンポッコだけ飛び出てる感じ。僕全然やってるね。やってる。すぐ警察呼ばれて終わりだぞ、お前人生。なんで真面目なんだよ、そこ。急にお笑いのやつじゃん、今だって。すいません。お笑いのこと言うのはお前ら今井花に負けてんだから。いつ勝負してくれんすか、大将が。ラジオネーム鳥獣ギガジャクソン。料理に恵比寿吉和のチンカスを入れた時のヨネスケのリアクションランキング。2人出てきちゃった。3位、なんか変なの入れた。2位、奥さん、腐ってたりしない。誰の番号腐ってたりしない。1位、あ、これチンカスだ、うまい。うまいんかい。うまいんかい。言いそう、師匠。これいいんじゃないですか。気づいてうまいんだ。いや、これチンカスだ、うまい。うまいんか。隣の番号だ。ああ、面白いな、ヨネスケ師匠。ラジオネーム、鳥獣ギガジャクソン。飼い犬が鍋に入れられていても気づかず食べて、おいしいと言ってそうな有名人。うわ、やば。3位、これやばい。長州力。2位、輪島幸之助。うわ。1位、誰だ。佐々木健介。みんな、みんな、これみんな一緒。くくり一緒。長州、輪島、佐々木、同一人物。違う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 。はい、ぐらいしといて、はい、続いてアベンジャーズ。アベンジャーズ、アベンジャーズね、何人かのヒーローたちのやつです。はい、
これ今週は2本やってますけど、来週からちょっとあのベスト3はベスト3だけとか、うん、アベンジャーズの週とか、うん、そういうの分かれると思います。ラジオの東北自動車道。オッケー牧場のギャグで一世を風靡した一発屋芸人ガッツします。ウーマンオンザプラネットで有吉さんに質問をしまくる大島優子。年齢サバ読みおっぱいお化け手島優。なんとなく顔が思い浮かぶミヒマル GT のボーカルの女。もはや顔が浮かばないスピッツドラマー。日本よ、これが栃木出身の芸能人オールスターズだ。そうなのか。そうだよ、そんなもんなの。栃木そうなんですね。ウーマンオンザプラネットの有吉さんに質問しまくって嫌がられる大島優子言うなよ。そうなんだ、嫌がられてたんだ。ラジオネームブラックさん。ハイパーメディアフリーター黒田裕樹。元光源氏大沢美樹夫。元安全地帯玉木浩二。LDH 所属早乙女太一。日本よ、これが嫁や子供に対して厳しいしつけを行う古き良き時代の父親だ。そうか、DV 系の。なるほどね。ラジオに騙しやすけしん。お前の頭の中には肛門でも入ってんのか。喋れば喋るほどクソが出てくる前園正樹を。性格も人口もだらしない、性欲に支配されている哀れな中尾明義。てめえのやってることはただのつきまとい。ママに頼んで恋愛の仕方ちゃんと聞いとけ。山本浩二、我ら今年中に離婚するたい。いやそうなんすか。し悪口ひどい。まだちょっとこっちの感じがつかめてない。どういうテンションで。ラジオのおまっとさんでした。口癖は荒川静香はブスでおなじみの本田美優。自分より偏差値の低い人間に石を投げる芦田愛菜。滑舌が悪いくせに堂々と演技をする高顔無知鈴木福。気持ちが良い気持ちが悪い寺田心。日本よ、今の子役もクソ野郎だ。可愛 いでしょ。全員可愛 い全員可愛 い, めっちゃ可愛い。性格もいい。可愛 いお前らごときが。彼彼女たちの方が収入上だぞ。可愛いって言ってられるか。いやもうそうですね、向こうのセリフだよ。俺ら可愛いと思ってんすか。寺田心君、寺田心君思ってます。俺ら可愛いって。おじさんたちこんなもん食ってんの可愛いね。うわめっちゃ腹立つな。負けたくねえ。汚らしい顔して貧乏長屋住んで。長屋とか知ってる。可愛いねおじさんたち。心君って長屋とか知ってる。悪口上手だな。すげえな。おじさん、あのお兄ちゃんたちのトイレクソまみれだね。いや可愛くねえじゃん。いや可愛いそんなこと言ってないですよ。心君大丈夫ね。ブラックさん。ドラマ GTO ヒート主演アキラ。ドラマナイトヒーローナオト主演ナオト。ドラマ戦力外捜査官主演タカヒロ。映画植物図鑑運命の恋拾いました主演岩田貴則。ドラマ町医者ジャンボ主演牧大。世界よ、これが日本最強の学芸会集団エグザイルの演技力だ。バーンじゃダメです。もう素晴らしい、ね、素晴らしい。誰にも負けない熱さとうざさ。悪そうなダチは大体友達。市原隼人。合言葉はビッグラン。意味はわからんがとにかくすごい自信です。中尾明義。面白く亡き世の中を面白く。平成のクソ滑りアクター桐谷健太。でかい白い顔が濃い歌も歌えるカッコつけハーフ白田優。最近あまり見かけませんが元気でしょうか。ビートギャザーの元彼高岡壮介。5人揃ってベースボールチップラーズ。ルーキーズです。以上アベンジャーズでした。スネイナイトドリーマーライブオンエア。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer.さあ、メールいろいろ来てます。ラジオネーム黒羊 FM。 今日黒羊多いな。有吉さん、世界のパンティーハラスメント事情を調べてみました。アメリカ西部サンディエゴ市の市長が広報担当に対して、パンティーを履かないで出勤してほしい、君の裸が見たい、セックスするのが待ち遠しいと言った発言をしていたそうです。パンティーを要求するのもパンハラですが、履かないことを要求するのもパンハラなのではないでしょうか。それはパンハラだな。今日黒羊よく頑張りました。上げときましょう一枚。パン。
ラジオネームタク吉村 FM 長野。おい、ココア。はい。お前な、パンティーハラスメントごときでビクビクするなよ。はい。うちの会社な、ブラジャーハラスメントに、パンストハラスメントなんて当たり前。え？アナルビーズハラスメントまであるんだぞ。そんなの？黙ってな、嫁の黒いパンティー入ってくれいいんだ、バカ。うん。あ、じゃあ大したことないっすね。そうや。嫁のちょっとアナルビーズ持ってこいよ。うわ、それはダメだ。ね、それだったら楽なんだ。全然楽なんですよ。どう？お母さんでもいいぞ。じゃあ、パンツ持ってきます。お母さんに。なんでお母さんに？お母さんにしよう、やっぱり。やっぱお母さんが。奥さんね、嫌だもん。なんですか？生々しい、うん。いや、奥さんの持ってきますよ。いや、いいよ。持ってきます、持ってきます。お母さん。お母さん嫌です。はい、ダメ。お母さん。嫁の持ってきます、ね。嫁禁止。急に吐き気してきたな。そうですね。何ですか？いや、もう見てください。絶対吐き気しないんで。絶対お母さん。母ちゃんの。何ですか？いや、嫁の。ほら、チェキ。チェキも？ママパンのチェキ。お母さんがそのパンティー持ってる。やべえ、やべえ、やべえです。それやばい。それはダメだよ。嫌ですよ。ノリノリだろ。ノリノリじゃないっすよ。やばいっしょ。何それ。俺持ってきますんで。はい、うん、え？さっきお母さんの余裕だもんね。パンツ。愛だよ。それが親子の、うん。愛なんですか？何が恥ずかしいの？よくわかんないですね。何が恥ずかしいのか。え、俺が間違ってんすか？いや、全然恥ずかしくない。本当恥ずかしくないですね。みんな普通っぽい。うん、みんな、うん、うん、うん。みんな履いてるもん。みんな履いてるんですか？お母さんのパンツ。めちゃくちゃやばいじゃないですか。ラジオネームドスクさんの FMC が。有吉さん、キーワードクイズの続きお願いしますよ。クイズに答えたくて答えたくてうずうずしてるんです。忘れてました。そうか、ごめんなさい、ごめんなさい。最後ね、はい、ラストキーワードクイズになります。さあ、じゃあ、酒井君にクイズ出しましょう。はい、はい、答えてください。いきます。はい。4月5日。4月5日は、何の日？え？ちゃっちゃらーチャッチャラー！え、ま、待って、効果音。効果音。シンキングタイムの音です。チャッチャラー！これシンキングタイムの音です。チャッチャラー！シンキングタイム。チャッチャラー！考え中。じゃん！死後の日。さあ、答えは後ほど。あ、後ほどなんすね。さあ、コーナー、男子。はい。男の子の生態、行動を教えてもらってます。男の子。はいね。はい。ラジオネーム、ファザーズミルク。野草はごちそう。どうも。岡本信人系男子だよ。いきなりだけど、野草の美味しい食べ方知ってる？油で揚げて塩で食う？違う違う。正解は、土屋太鳳ちゃんの正面をかけるでした。公共ランニングしてるだろう、太鳳ちゃんが。辛抱たまらず、のしょんしたところに、たまたま生えていたタンポポが一番美味しい。太鳳ちゃんののしょんが素材の味が一番生きる。芳醇でめちゃめちゃ黄色い。食べログ5.0 だね。もう好き。ナリウスさんもぜひご賞味あれ。それじゃあ明日は空き缶集めで早いので早速って寝るわ。やべえやつ。おやピチ。やべえピチ来た。これエンジェルあげとこう。ああ面白い。美味しそうだな。いやいや美味しそうだと思わないでしょ。ラジオネーム。ラジオネーム、オマット山脈。豪快にしょんべんした後、手を洗わず、握り飯をこしらえる男子。男は死の子の言わず、黙って背中で語るべし。これが真の男なり。おい、今日のアシスタントだわ。貴様らは口先だけのナンパもんだな。そんな貴様らの背中に日本刀で男と刻み、赤ふんどしを締め、口先だけの軟弱な男どもを、真の男にするための啓蒙活動の手伝いをしてもらう。私と一緒に男道邁進しようではないか。怖すぎる。何言ってんすか。怖すぎる。バチャの中に男って刀で。ラジオネームタータンチェックセレクション。キャシー中島さんの楽園のキルトというキルトの展示会行ってきました。45年ずーっと針と糸とを手にチクチク縫い続けてきましたというキャシーさんのコメントに感銘を受け、40年ずーっと竿とティッシュを手にし、シコシコ抜き続けてきた自分を恥じています。何か変えなければならない。そう思った自分は今日から柔らかいキルトに包まれながら、キルニーに勤しみます。キルニー。キルニー。キルトーナーにてキルニー。ラジオネーム、美は乱調にあり。俺の名は、ドナルド・トランプ講演会。豊島区東池袋支部。支部長。手こき川行こうだ。いねえだろ、そんなやつ。ドナルドこそ、アメリカ合衆国大統領にふさわしい真の男だ。彼こそが世界のリーダーだ。
彼の政策こそが我々人類を未来に導く理由などない。ドナルドを支持しない奴は皆殺しだ。おい、シム、スタジオにいるアシスタント誰だお前、バカか、ぶっ殺すぞ。いいか、よく聞け。お前らはドナルドを支持するのか支持しないのか、イエスかノーで答えろ。もしノーと答えたらな、ケツにトランプタワーぶち込んでぶっ殺す。もしイエスと答えたら、心にもない答えで我々を愚弄した罪でケツにトランプタワーぶち込んでぶっ殺す。さあ答えろ。答えなければケツにトランプタワーぶち込んでぶっ殺す。何しても一緒。発砲下がり。何しても一緒じゃないですか。危ねえな。大丈夫。ビワランチョウにあり。おっす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 。私立菊門高校応援団団長。留年続けて今年38歳、川あまり坂伸び蔵であります。名前すげえ。名前すげえ。菊門高校応援団は過去に起こした問題で伝統的に各クラブの応援を出禁にされており、その腹いせに夜中に公園に侵入し、女子生徒の上履きを一足残らずベロで舐め回し、女子生徒の部室のドアノブにチンチンをこすりつけ、そのドアノブを女が触ることにより関節手こきとなることに密かに興奮を覚え勃起し、毎日屋上で校歌を歌いながらしこるのであります。プレーフレーチンポ、プレーフレーチンポ、プレーフレーチンポ、しねーしねーアシスタント、しねーしねーアシスタント、なんで俺らにこいつ関係ないじゃん。スネイナイトドリーマーライブオンエア。さあもうお別れなんですけども、クイズね、4月5日は何の日ということで、酒井さんは何でしょう。死後の死後の日、はい、ラジオの両文はね、有吉さん、死後の4月5日は何の日、答えオナニーしこしこの日です。当たってますか。ゲスの極みお鍋 FM グマ、4月5日数字を4文字で表すと0405、おしっこの日だ。おしっこ。正解はチャーラン45で横丁の日です。横丁の日でした。正解はションベン横丁とか、いろいろなんとか横丁、横丁、はいはい、4号で横丁の日です。広いですね。言い方なんですか、その横丁の日です。さあということで今日ね、クマタングッズはね、誰にあげる。黒羊が今日あのずっと頑張ってくれてたんで、黒羊さんじゃあ、あげときましょう。クマタングッズ送りますんで、ぜひまた楽しみに待っててください。ということで、今回は、今月は落合ココアちゃんと菊田健太さんこと、はい、酒井健太さんでございますけども、はいはい、どうですか、ラッパじゃあやるってことでいいのね。菊田健太さん、まあ、復活みたいなとこですか。活動再開ってことでいいですね。どっちのラジオでそんなこと言っていいんですか。自分たちのラジオもあるのに。まあ、別に関係ないですね、どっちで言っても。うわ、ヒーヒーでやってますから。はい。捻挫すんなよ健太。え、捻挫。捻挫健太ってことですか。捻挫健太。捻挫天が。うわ、やば。エンターテイナー、ラジオの股関節を。やっと来たか、来たかますぜ、イエイイエイイエイ。お前所詮死人の息子、勝手に抱いとる出待ちのブスを名乗ってるのは母親の旧姓。お前のラップはお子ちゃまレベルションベックせ。酒井は下手なラップに手出して平子社長のふりして延々説教食べてる。おいアルピー、お笑いやれ、お笑い決めてから遊べ。はいはい、いや最後、最後どうなったんですか。めっちゃ決まった、やばい。決まったぜ。え、今もうそれもうメールじゃないですよね。あれですか。イルカ。イルカなんなんすか。イルカの連打。イルカイルカイルカ。イルカの連打なんなんすか。おかっぱブスだぜイルカ。